どうも、ルイです。今回はですね、セイントセイヤレジェンド・オブ・ジャスティスやっていきたいと思います。今日は聖域のね、演武をちょっとやっていきたいんですけど、一応本日分、まあ、15回のうちの、まあもう12回消費しているので、あと3回ですね、あと3回挑戦していこうかなということなんですけど、まあ前回ね、ちょっと、詳しくはちょっと前回見ていただいたらいいんですけど、ランダムカードみたいなものがあってですね、まあ、ランダムで戦意図を選ぶっていうのがあるんですよ。で、まあ一応5枚ほどランダムカードがあって、まあ、5体ね、戦意図を選べるんですけど、まあ、このね、挑戦3回を、まあ、その全てランダムにしてみようかなという試みで 今動画撮ってますという感じなんですけど、まあ、ただね、もう予想はつくんですけど、まあ、すべてランダムだと、さすがにね、ちょっと勝てないんじゃないかと、いう予想はつくんですけど、まあ、ちょっと実験的に、まあ、やっていこうかな、という感じですね。まあ、遊び方の方は、まあ、前回の動画の方にも載せてますので、まあ、見ていただいたら、と思うんですけど。まあ、先攻後攻を決めて、まあ、簡単に言うと、まあ、順番に、まあ、戦意図を選択していって対戦するみたいな感じですね。で、今、もう絶不調で全然勝ててないという感じですね。まあ、じゃあちょっとランダムでやっていきますか。まあ、もうほぼ運なんでね、ランダムでやると。やっていきましょう。で、まあ、ただその相手にね、ランダムカードを取られた場合は、もう仕方がないので、まあ、ちょっとそこは、まあ、残ってるキャラを選ぶと。で、制限時間がもうほとんどないんでね、まあ、しっかり選択していくと。もうこれね、もうすでにもう厳しいです。さあ、もう、ランダムはやっぱ厳しいんじゃないか。あ、そうですか。どうですか、これ。あ、これよく見たらランダムカード4枚しかないですね。5枚全部でいけるかなと思ったんですけど、ちょっと厳しいと。じゃあ、ここはもう普通にカノン取りますよ、僕。さあ、これどうですかね。ちょっとセッティングしていきますかと。まあ、こんなメンツになったんですけどね。さあ、でもまだマシじゃないかなと。いきましょうか。ワンチャン勝てるかもしれん。カノン取れたからね。さあ、4枚ランダムカードを選択した状態です。これで勝った1回でも勝ったらマジでやばいでしょ。これ勝てんじゃないの、これ。こんなことある？やりました、勝てました。いや、今のはね、結構相手がもしかしたらちょっとびっくりしてくれたかもしれないですね。その、いきなりランダムカード選択する人って、まずいないんでね。いきましょうか。まあ、こんな感じで。で、また、ちょっと自分の方が先手なんで、これもう、これもう負けたでしょ。だって相手、差が善悪絶対取ってくるでしょ、こんなの。ここランダムカード選択するって、ちょっと、頭おかしいですからね、これ。ね、もうこれ、もう絶対差が善悪ですよ、相手。ほら。これでね、ほぼ負け確と。あ、なんならソレントも取られるんじゃないですか、これ。
あ、そこは取らないのね。あ、じゃあソ連とちょっともらっておくと。あ、今回もね、まあ、いい感じっちゃいい感じですね、これ。ただね、ただまあ、そんな甘くないんじゃないかなと、思ったりはしてるんですけど、これどうですかね。まあ、行ってみますか。ワンチャン、今回も、いけるのかと。わかんないですよ、これ。これで勝ったらさすがに奇跡でしょう。さすがにね。さすがに勝てないと。さすがにね。まあまあまあ、仕方がないわ、今のは。さあ、じゃあラストね、こんな感じで。さあ、ラスト。さあ、せめて5、あ、よかったです。5手です。先手だったので、ちょっと、5手もね、ちょっと、まあ、そこ取りますよね、普通に。じゃあまあ、普通にランダム選ぶと。いやー、これはもう、カノン取られるでしょうね。まあ、そうですよね。ですよね、と。まあ、でも、こっちはちゃんとね、ランダム4枚取ったんで だからどうしたっていう話なんですけど。さあ、もう、これはもう負け確か？さあ、どれ取ります？ここ。ここは、ここじゃあもう、ダイアンで行きましょうか。もう何取っても厳しいというとこなんですけど、もう泣く泣くですよ。もう泣く泣く。もう相手はもう取りたい放題。はっきり言って。相手先手で これは相手負けられないでしょう。もう完全に取りたい放題なんで。さあ、奇跡が起きるかと。いや、イオがもう速攻落ちたわ。これ勝った奇跡でしょう。どうだ？これはどうだ？さあ、バイアン、どうこう。いや、行ったわ、これ。いや、やばいな。いや、まさかの、まさかの結果ですね。一応ね、皆さん、参戦して、結果ですね、2勝1敗という まさかの結果になったと。まあ、これはもう本当に運なんで、もう皆さんね、真似しないようにね、これ。もうこんな、運よくこんないい結果になるとは限らないんで、まあ、多分相手、多分びっくりしてたんだと思います。こんなことしてくる相手いないからね。もうすべてランダムを選択してくるという感じの相手で、多分意表をつかれたんじゃないですかね。ちょっと自分もね、こんなことされたらちょっとえってなりますよ。もう制限時間がもう限られてるんで。まあ、ということで、ちょっとこれやったら面白いんじゃないかなと思って、ちょっと動画撮ってみたんですけど、まあ、結構面白い結果になったですね。思ったより。ということでね、まあ、本日はこの辺りにしておくんですけど、まあ、よかったらね、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いします。それでは皆さんまた。